これはもう画期的と言っていいと思います。なんだ、そこまで言うからにはよほど自信があるのだろうな。はい、もちろんです。いいですか先輩方、式場選びなんてどうせ花嫁が主導権を握っているのです。確かにそうかもね。私なら絶対に自分で選ぶし。ふっ、貴様が選ぶのは精肉所の間違いだろう。なんでよ。自分の肉に手を当てて考えるのだな。肉？何言ってるのよ夜空。それを言うなら胸に手を当ててよ。ああ、そうか、間違ってしまった。肉はすごいな。パチパチパチ。いいですか。うん、話進めてくれ。つまりパンフレットとは結婚を考える女性に対してアピールするものであるべきなんです。うん、より興味を持つであろう相手に狙いを絞るわけか。そうです、妙案でしょ。お前の場合、妙案は妙案でも奇妙な案である場合があるからな。そんなことありません。リカはいつだって大真面目です。大真面目に変態やってますから。で、具体的にはどうするのだ。ズバリ、女性に対してアピールするなら、むしろ花嫁など不要。いっそのことモデルを花婿二人にするのはいかがでしょう。キャッチフレーズとしてようこそ黒に変えみたいにしてですね。してその心は。もちろん花婿花婿を見たいだけですが。先輩、何ですかその呆れ顔は。そんな顔すると感じちゃいますよ。少し真面目に話そうか。真面目にってことは先輩とリカの子供を認知してくれる気になったんですか。ああ、もう先輩ってば、リカの言葉をこれっぽっちも信じていませんね。リカの理科室には先輩とリカの子供がわんさかといるんですよ。どういう意味だ。前に先輩の紙もらったじゃないですか。あれをちょいちょいって培養しました。培養って、まさかお前人工受精。いや違いますよ。先輩の髪から取った細胞をリカが精魂込めて培養したのです。これって先輩とリカの子供だと思います。なので認知してください。そんなの知るか。まったく、いつの時代も男は無責任ですね。リカ、そろそろ話を戻せ。先輩、認知の話はまた今度です。まあ話を戻すと言ってもほとんど喋っちゃったわけなんですけどね。花婿二人案に問題があったら言ってください。問題ならある。さすがに結婚式のパンフに花婿二人は少々奇抜すぎるのではないか。
それがいいんじゃないですか。個人的な願望はもちろん、他のパンフレットと差別化を図るという意味でも花婿花婿はありです。本音でぶっちゃけた後なので説得力ないと思いますが、悪くないと本気で思ってますよ。確かに女性にアピールするのは悪くないが、っていうかですね、本当は他にも数パターン欲しいくらいです。ロボ、微生物、動物、文房具、飛行機、電車、どれも素晴らしい絡みになるはずです。うん、理科の提案は一理ある。おい、本気で言ってるのか？ああ、誰も花嫁にならないというのだ。だったら花婿二人も悪くない。そうね、うん、いいんじゃない。